はい、では続きやっていきましょう。前回ね、間違えてデュラス島から始めてしまったので、まあ、ここの星を今度は取りに行くんですけども、登録したポケモンがね、230匹ということで、あと4匹ですね。まあ、デュラス島に見てないポケモンがいっぱいいたって感じですかね。あと4匹なんだろう。水軍いたから、エンテイライコ。初代御三家でリザードンだけはぶられてるからリザードン。あと1匹って感じか。で、デュラス島星取ってないポケモンが37種類いるので、まあ、ヒエル雪原昼からちょっと順番にやっていきましょう。ここにさ、クマシュンいるよね。これだ。クマシュンを出すと、ツンベアがそれに気づいて、見てて。これ見ててね。片手で家に戻すっていう。これだけです。で、この木のところにマニューラを誘導したいんだけど、まあマニューラいないんだったらこっちでいいかな。あ、そう、この分岐だね。ここは行ったことないから、まあ、星音誰か取れんじゃね？あ、ジュゴンがいる。なるほどね。氷の壁に穴が開いている。そうなんだよね。誰か出てくる。取れなかった。早すぎて。エアームとか、もう一匹出てこねえかな。オッケー。クマシュン、星4、ジュゴン、星1。そう、ここにいるマニューラを、結構奥にあるんだけど、なんか傷がついてるところまで誘導するんだよね。おいで。あ、マニューラ足速くてめっちゃありがてえな。協力的だ、お前。あ、違う違う。これ食べ、もうちょい。こっちこっちこっち。食べないでね。食べないでね。これあくまで道しるべだから食べないでね。棒立ち食べないでね。マニュー、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 おい、パオちゃん。パオちゃん、こっちだよ。これが4歳か。あ、いったいったいった。あれにイルミナオーブ当てて、はい。なんか木にもね、イルミナオーブ当てるらしい。当てて。あれ？あれ？ダメ？で、最後のエリアで、確かこの上にさ、グレイシアがいるじゃん。リンゴを置いとく。そうするとグレイシアがふらふらとやってきて、あ、来た！来たー！餌に釣られてやってきたー、グレイシア。あー、行っちゃったか。お、これはさっき見てないぞ、この行動は。あれ、どこ行った？まあ、さっきみたいにこっちにいるウリムーにリンゴを当てます。そうすると、あ、当たったね。びっくりしてマンムーのところに帰るんですよ。それをマニューラが追っかけるんだけど、さっきは1匹だったから負けちゃったけど、今度は2匹いるんですよ。あそこに1匹いるけど、あいつが行けばいいんじゃないか。また挑発してる。これダブルバトル。あー、今攻撃したの取ればよかったな。もう一回。いや、頑張れ。まだいける。いや、くそ。待ってって。挑発して。あ、今のだな。さすがに今の。お、これか。あ、リンゴじゃなくてイルミナオーブなんだ。へえ。これ星4っすね。オッケー、マニュークレイシア。うま。相変わらず惚れ惚れするな。で、エアームドはこっちの遠くの方にいつも飛んでるんだけど、あ、マジで来た。オッケー、連射しといてよかった。当てて、あ、巣穴に入っちゃうの。それで多分こっからもう一匹出して、で、この子も今の巣穴に入ってくから喧嘩になるんだよ。あ、ちょっとどいてどいて、本当にどいて。威嚇です。王たちの特性、威嚇が発動してます。全然動かないけど、大丈夫？コアリクイの威嚇かな、これ。あのツンベアに、とりあえずフワリンゴ当てて、このまま行くと、そうそうそう、マンムーと戦闘になるんだよ。そこを取る。威嚇か。威嚇するだけか。これを取る。お、オッケー。マンムー？マジ？星4と、星4。お互いなのか。まず、音楽を鳴らせて、鬼氷に、そう、喜ばせて、で、イルミナオーブ当てると、こっちに気づくはずなんだけど、あ、気づいた、気づいた。そうするとね、ここら辺のクレペースに乗るんだよ、鬼氷が。で、乗った瞬間に、そう、かぶりつくからそこを取る。さすが顔面、噛みつく攻撃ですね。あ、いた。こいつを、フワリンコをうまく当てて、穴の中に落とす。落ちた。ホールインワン、こんなうまくいくと思わなかった。お、来た！これ、これね、ジュゴンのリフティングね。
サンドパン星4なんで玉アザラシ星4、はい、鬼氷星3、 OK、 クレベース星4、ジュゴンあれあれ星4取れてる、ん、ヘンゼルとグレーテル、ロミオとジュレット、そう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 、はい、来ました。で、あの負けた方の危険カニを取ります負けを取ります、これ残念ながら。お、ぐるぐるパンチ、ウィーン、カン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 、オッケー、ジュゴン星4、玉ざらしクエストなんで危険カニ負けの星4で、雪はみを今度は通りたいんだけど、入ってすぐ左のところにまず1匹います、パシャリ。木の陰に1匹います、パシャリ。あそこにいます、パシャリ。雪はみ、オッケー、ちゃんと雪はみって出たら取って、あ、本当だ、来てくれた。で、これね、喜んでる雪はみを取ってあげる。喜んでるかな、これ喜んでます、大丈夫ですか。僕の読みは正しかった。完結編に、浮かび上がるウリムを取るとあれが星4らしい。はい、やっと夜やってきましたよ。まずスタート直後に雪わらしを取ります。このね、鎌倉の周りをうろうろしてるグライナがヒントなんだけど、この中にね、なんと雪わらしがいます。あ簡単に出てきたわ、これね。終わり。あ、お茶、モス脳にリンゴを当てときます。そうするとね、最後のエリアで出てくれる。あ、これじゃね？あ、これだ、これだ、これだ。これ星4だ、さすがに。はい、リンゴ拾います。もう一個あげんのか。あげます。もう一個拾います。で、多分あれかな？困った顔するのかな？なるほどね。リンゴが多くて運べないのか。で、そうすると、どうぞってくれんのよ、この子は。なんて可愛らしいんだ。持ってったわ。どっちなんだい。ちょさ、3とか2はさ、裏でやっときますちょっと時間がなくなってきた。 OK、 これでヒエル雪原終わったんで離れ洞窟行きます。ね、最終エリアにゲンガーが現れるから、そこにラムパルダを誘導するんだよ。フォローミー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 ノ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 ーヘンゼルの、の、の。こっち。こっち、こっち、そうそうそう、こっち、こっち。あ、気づいた。来たーなんか、ついでに石粒で降ってきた。お、石粒って呼んだ、やっと。バケッチャに、え、これ無理じゃね？バケッチャにさ、イルミナオーブ当てたいんだけど。いや、ダメだ。ちょ、待って待って。このゲーム、マジで初見殺しすぎる。さすがに。ちょっとどうかと思うわ。低レベル。バケッチャに、そう、イルミナオーブ当てます。あ、このメルシーあれじゃん、星4じゃん、踊ってる写真。あ、この近くか。あ、いた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 。いや、遠くね。僕じゃなきゃあれスナイプできないよ。ほら。ワンパン。滝のエリア。入った瞬間、左側にいるらしいよ。バケッチャ？あ、いた！はあ、こんなところに。ゴキブリ探してるみたい。で、バケッチャがそうだ、ここにいるんだ。忘れてた。危ねえ。どこや？ちょっと動かないで。え、待って、無理じゃねそれ。当たってるな。お、キャップね。で、この森のエリアに入ると、バケッチャの特大サイズです。このサイズ感見て。オンバットと比べて、どう、でかい、でか、え、なんか特まあ、微妙だけど、まあ、バケッチャの中ではでかいんですよ。これが、星4です。なんでそういうことすんの？真ん中。オッケー、当たった。上。下。脱出ゲームみたいだな。で、当てると、グレッグルが、あ！笑ってるみんな。あ、あ、ほら見て見て見て、浮いてんのわかる？浮いてんのわかる？これ。ほっぺ膨らんで。フワリンゴ当てられると喜んで上に上がります。なんかフワってちっちゃくね？膨らんでる。いや、そうじゃなくて。あ、待って、今、見た？ヌメルゴンが尻尾でさ、攻撃してたの。見た？見てない？ここの水たまりに、ハテナハテナハテナがいるから、投げて、リンゴも投げて、
そう、コイキングが出るから、ここからコイキングの大冒険が始まります。コイキングをこうやって操作して、そう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 、どんどんね、下に行かせて、おいで。ほら、ほらほら、動いて。動いて、そう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 、跳ねて跳ねて。あなたは跳ねることしかできない弱い、弱いポケモン。あ、来た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 。で、ヌメルゴンにイルミナオブ当てて、写真を撮る。オッケー。どこまで行ったあいつ。めっちゃ吹っ飛ばされてたな。まずサザンドラを、音楽を聴かせてあげて、おとなしくさせます。あ、オッケー。サザンドラにとりあえずリンゴを食べさせる。あ、食べた食べた食べた。今食べたかな取れたかな何この僕が。くそ手こずれたと。待って待って待って。落ち着け。あ、当たってるわ。今の。あの、水色の波紋みたいなやつが当たってる証拠なんで。で、ここに着地するからリンゴを用意してあげると。よし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 。よしよしよし。はい、このエリアはあとバチュルとサンダースだけなんですけど、まあ、この2匹は同時に取れるので、まずこのバチュルを、うまくね、いや、ちょ、バウンドめんどくさいんだよな。うまくサンダースに誘導します。さあ、そっち行かないで。来て。バチュル、頼む。協力してくれ。一回で終わらせよう。ちょ、来てくれると信じて。おっ、きょきょきょ、来てる来てる来てる。来た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 。来た来た来た。食べるな。おっ、きょきょきょ。声が通じた。あ、いました。サンダースが、あ、サンダースの背中に乗ります。このね、バチュルと、サンダースを取ることによって星音が取れると。ヒエル雪原取り忘れがあったので、2匹ほど取るんですが、ん？サンドパン、あ、いたわ。あれか。来た！来た来た来た！これだこれだこれだ！この威嚇がいいんだよ。威嚇がいいんだよって。ね、もっと早く玉ざらしにリンゴを当てなきゃいけないっぽいから、もうこっから遠投します。当たってる？当たってる当たってる当たってる。オッケーオッケーオッケー。そうそうそう。ゆっくりでいいよ。近づいていって、来い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 。あ、え？来なくね？あ、来た！来た。これを撮るんですよね。この笑ってる写真。これついでに、グレイシアの星4も撮れます。最高。はい。お待ち、お待ちどうさま。お待たせいたしました。ハガネイルです。はい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 。当てます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 。はいはい。活性化します。OK。当てた。ハガネイル、出てこい。どっちだ？出てこい。出てこい。あ、来る。これ。あー、でも活性化してなくない？ダメだな。むずくね？先に活性化させてから、クリスタフラワーか。あ、取ると。星4だ。ああ、ギリギリ光ってたらしい。よかったー。はい、ということで。まあね、全部の星は取ってないんだけど、ちょっと裏で星321は取っときます。星4はね、全員取れたんで、許してください。デュラス島編、これにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。